日本九州地方大分県南山部郡を大分県。南山部郡の一南山部郡は大分県にあった郡明治11年に行政区画として発足した当時の郡域は再起市の大部分にあたる。江戸時代、後の本郡域となる区域は天領だった各村を除いて、ほとんどは再起藩領だった。幕府から公認された再起藩の御朱印村での地に、 本郡域となる23村との地の北天部郡にまたがるに村であり、この御朱印村を基本単位として、その下に多数の枝里が所属している。枝里は必要に応じて随時再編されており、その名称、範囲等についても時期によって変動が見られるが、今日は3年に書かれた合村加盟府庁により概要を知ることができる。旧高級両取調べ庁では、 こうした枝里やさらに、貝の小技のいくつかを、村古記にして、村高を割り付けているため、146村と約6倍の数になっている。また、再起藩では、領内の村を農産村である、在方と漁村である、裏方に分類し、それぞれの特質に応じた支配形態をとっていた。再起藩の領域内には一部に天領及びその、IQ となっている箇所が存在する。 この村々は、もともと初代藩主毛利康生の弟、吉安の所領であったが、吉安が第三代藩主の選定問題で藩と対立した結果、寛永10年に兄から与えられていた、刀、床木の刑に戦国の領地を幕府に献上し、自身は倉舞取りの旗本となってしまったために発生したものである。 吉安の丘陵従村は当初再規範の安土となったが、漢文6年に再規範領と天領との間で総論が発生したため、漢文8年に預かりを解かれて、北大官所の管轄となり、その後天明3年に再規範の根性により再び安土となって、明治3年に北県に移管されるまで続いた。明治十一年の海府軍分割に際しては、上浦村組、 大阪本村組は、南天部軍、北天部軍に分割された以外、全域が本軍の管轄となった。1、東上浦村2、西上浦村3、八幡田村4、大乳島村5、佐伯町6、鶴岡村7、明治村8、上野村9、中野村10、陰尾村11、河原木村12、直見村13、桐畑村14、上片田村15、 下片田村16、青山村17、小立村18、西中浦村19、東中浦村20、与能津村21、上伊津村22、下伊律村23、構え村24、名古屋村25、小野市村26、重岡村。ありがとうございます。